北アフリカ戦線。北アフリカ戦線は、第二次世界大戦において1940年9月のイタリア軍によるエジプト侵攻から1943年5月のにより、数軸国軍の壊滅、ヨーロッパ本土撤退までを指す。エジプトからモロッコまで北アフリカ北岸で行われた。第二次世界大戦の中でも特異な戦場であった。砂漠地域での戦いであり。 前線においては、その地形を利用した大胆な機動戦が行われた。その進撃距離は長いが地域は細長く、占領した地域が広域であろうとも土地そのものの価値は低く、地上戦だが、補給は孤島に援軍を送るように困難であり、平坦能力が極めて重要であった。また、全軍への補給に際しての地中海の正海圏、少ない港湾の能力、 マルタ島の価値、制空権は地上戦に大きな影響を与えた。同時に両軍の戦力や補給量の問題により戦線が短時間で大きく移動した。この時移動に活用された主なルートはその多くがかつてのサハラ交易路である。アフリカで苦戦するイタリア軍への援軍として送り込まれたドイツアフリカ軍団の指揮官であるエルビンドンメル大将は 少数の派遣軍という劣勢な状態ながら、地理、気候を利用した組な傭兵で連合国軍と戦い、砂漠の狐と呼ばれ、1942年6月22日北、アフリカ戦線での働きが認められて、ドイツ国防軍で当時最年少の減帥となった。エジプトそしてその先にある中東を目指すという野望も、虚しく来たアフリカはイタリアにとっては、 地中海派遣の夢が破れる土地であり、ナチスドイツにとっては資源を枯渇させる地でかなかったので、ある。当時のイタリア政府は、東アフリカ植民地の拡大を起きとしていて、また、イギリス本土への攻勢を控えたドイツ政府からは、北アフリカ中流イギリス軍への攻撃を要請されていた。イタリア軍上層部は、装備や補給面での不足から、慎重な行動を求めたが、 ムッソリーニは軍の反対を押し切る格好で1940年9月7日軍にイタリア領リビアからエジプトへの攻撃を命じた。9月13日エジプト侵攻を開始したグラッツアーニスイは兵員8万人からなるイタリア10軍5個師団機関を戦地に投入しイギリス軍が撤退を行ったこともあって 順調に進撃し国境から約1 0 0キロメートル東のシディバラニを占領した。しかし、徒歩移動の部隊が大勢を占め、かつ補給が慢性的に不足したため、そこで進撃を停止した。その結果、十分な機械化と補給を受けたイギリス軍3万人は優位に戦いを進めた。イタリア軍はシディバラニに止まったままであったが、 1940年12月9日に、オコンナー将軍の指揮下で、イギリス西法砂漠軍は、第7機構士団、参考旅団及び第4インド士団、兵員合計3万人を投じ、大規模な反抗作戦である、コンパス作戦を開始した。イギリス軍の圧倒的な機構戦力の前に、まともな機構戦力や機械化部隊を持たない、 シディ・バラニのイタリア第21軍団の4個師団は、なす術もなく包囲され壊滅し、1月初頭には、イギリス軍の新戦力第6オーストラリア師団が投入され、後方のバルディアに展開していた残余部隊も、激戦の末1941年1月6日に降伏した。その後、これを後期と見て、リビアにまで足を伸ばしたイギリス軍に対しイタリア第、 従軍は交代戦闘を続けた末にペガフォームで内陸部を先回りしたイギリス軍の機械化部隊によって退路遮断された。イタリア第従軍は2月7日に決行された包位突破を目的とする最後の攻撃をもって壊滅した。この戦闘中に第従軍指揮官のテレラ将軍は戦死し、粉中将が指揮を継いだ。リビア中流軍の総指揮官もグラツヤーに元帥に代わり、 ガリボルディ将軍に引き継がれた。この戦いで、イタリア軍は、将兵の捕虜13万名を出す敗北を起死。イギリス軍は1941年2月までに、リビアの飛ぶルクやバルディアなど、切レないカ地方を占領したが、ドイツ軍がバルカン半島へ侵攻したため、ギリシャへ援軍を送らねばならず進撃は停止ししまった。一連の戦闘に大敗した、イタリアの要請を受け、 ドイツが支援を開始することとなり、ロンメルがその指揮官として北アフリカに派遣されることとなった。1941年2月にイタリア軍支援のためにエルヴィン・ロンメルを指揮官とするドイツアフリカ軍団が編成され、リビアに派遣された。ロンメルは3月には本格的な反行を開始し、4月にはベンガジオ奪回、イギリスのオコンナー将軍を捕虜にする戦果を挙げた。 数軸国軍はイギリス軍の要塞となっていたトブルクを表囲したものの、イギリス軍の抵抗と、これまでの戦いによる戦力の消耗などにより、陥落させることはできなかった。イギリス軍はトブルクの開学校を目指し、5月にブレビティ作戦、6月にバトルアクス作戦を行ったがこれに失敗した。11月にクルセーダー作戦を発動しトブルクの開学校に成功し、 さらに戦闘を重ね撤退する数軸国軍をエル・アゲーラ付近まで追撃し、再び切れないかはイギリス軍が支配した。しかしながら補給物資の輸送拠点を飛ぶルクにしか設けられなかっため、前線まで長距離の物資輸送を行わなければならなくなり、イギリス軍の進撃は停止した。一時、エル・アゲーラまで撤退した数軸国軍であったが、 1942年1月には、反抗を開始した。1月29日に、ベンガジが、スー国軍に占領されたため、イギリス軍はとブルクの西にある、ガザラ付近防衛線を構築することとした。2月から両軍とも物資補給と戦力の補充の、ためガザラ付近で一旦は退治する形成となった。1942年5月26日に、スー国軍は、 イギリス軍のガザラ防衛戦に攻撃を開始し、激戦の末イギリス軍は敗北した。さらに、数軸国軍の攻撃が続き、6月21日には飛ぶ、ルクが陥落した。ガザラの戦いに敗北したイギリス軍は、エジプト領内に撤退しカイロの西、エルアラメインに防御ラインを設定した。1942年7月1日には、ドイツ軍との戦闘。 エルアラメインの戦いが開始されたが、ドイツ軍の戦力不足により戦闘は、こ着状態に陥った。1942年8月に、イギリス軍は、エルアラメインの防御に当たっていた、イギリス第8軍の指揮官に、バーナード・モントゴメリーを任命した。イギリス首相チャーチルは、イギリス軍の早期反抗を求めたが、モントゴメリーはこれを断り、戦力の充実に努めた。 イギリス軍の反抗は1942年10月23日夜ライトフット作戦から島、さらに11月1日夜からスーパーチャージ作戦を開始した。この攻撃により数軸国軍の戦車等の戦力は残りわずかとなり11月4日指揮官のロンメルは数軸国軍の西リビア方面への鉄を命令した。1942年6月に アメリカ大統領ルーズベルトとイギリス首相チャーチルがワシントンで会談し、連合国軍のヨーロッパ反抗の第一歩として、ビシー政権が統治する北アフリカに侵攻する子が決定され、この決定に基づきアイゼンハーアーの葬式の下で準備が進められた。侵攻作戦は統治作戦と名付けられ連合国軍は1942年11月8日にモロッコへ 西方任務部隊がアルジェリアのオランへ中央任務部隊がアルジェイは東方任務部隊が上陸した。一旦はこの地域を統治していたビシー政権フランス軍の抵抗にあったがアルジェリアのダルラン帝国に対して説得工作を行い11月10日に在アルジェリアビシー政権フランス軍と停戦が成立した。統治作戦で連合国軍がモロッコとアルジェリアに 上陸したことで、エルアラメインで敗退、1942年11月初旬した、数軸国軍は、東と西から連合を国軍に挟み撃ちされることが懸念され、状況になった。このためヒトラーは、北アフリカの支支と、チュニジア、フランス軍が中流への派兵を命じ、最初の部隊は11月11日に到着した、ネイリングが司令官。 部隊は蓄次増強され、最新のティーガー戦車も配備されて、名前は第5装甲軍となり、司令官はアルニムに交代した。統治作戦で上陸した連合国軍は11月末にチュニジアに到着し、両軍の戦闘が始まった。1943年1月末にはエルアラメインからリビアを横断して 2200km を退却した。 ロンメルのドイツイタリア総攻軍もチュニジアに到着し、第五総攻軍に加わり、アフリカ軍集団となった。アルニムとロンメルの二人の司令官に指揮された、数軸国軍は、西から迫る、連合国軍に対して2月中旬に攻勢を行い、カセリーヌ峠の戦いなどで、局地的な勝利を収めたものの、補給の制約もあって攻勢はすぐに止まってしまった。続いて、 東のリビア側の防衛線のマレスラインでエルアラメインから撃してきた旧敵のイギリス第8軍に対してロンメルの指揮の下で攻勢を行ったがここでも大きな損害を出して撃退された3月中旬に戦況説明のためドイツに戻ったロンメルはアフリカに戻ることを許されず北アフリカ戦線の指揮はアルニムに委ねられた連合国軍は チュニジア北部の港湾のビゼルトとチュニスに向かって、数軸国軍の防衛線を少なくない損害を出しながらも逐次突破するとともに、数軸国軍のヨーロッパからの補給線を撃死、攻撃した。5月7日にアメリカ軍がビゼルト、イギリス軍がチュニスに突入したことで、チュニジア戦線の勝敗は決し、5月12から13日に数軸国軍は降伏しきたアフリカ戦線は、 消滅した。降伏して捕虜となった数軸国軍は27万5千人で、これは4ヶ月前にソ連に敗北したスターリングラードでの捕虜の数の約3倍であった。1943年7月10日に連合国軍はイタリアのシチリア島へ上陸した。7月25日にムッソリーには首相を解任され、逮捕された。9月3日には、 イギリス軍がイタリア本土に上陸し、9月8日にイタリアのバドリオ政権が連合国と休戦協定を締結した。しかし降伏の直後にドイツ軍が北部に進駐し、連合国軍と戦い続けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。